一緒にケアしていただきたいのは別に女性に限らず男性も美しくなっていただきたいと思います。目指せマイナス20歳。皆様こんにちは、田中小梅でございます。田中小梅の女性性解放チャンネルへようこそ。このチャンネルのテーマは愛、自由、性、美、喜びです。今日のテーマはデコルテ、お首、お顔の頭皮も含めてだけども一緒にケアをしましょう。ゆっくりね、自分をいたわる、自分を大切にする、自分に丁寧に関わる女性性がとっても喜びます。女性性っていうのはね、生物学的に女性のことだけを指すわけではなく、男性の中にも女性性があります。一緒にケアしていただきたいのは別に女性に限らず男性も美しくなっていただきたいと思います。目指せマイナス20歳。この間 YouTube ライブねやらせていただきました。毎日いろいろお手入れはしてるんだけども、本当いろんな方法があるけど、今日はフルバージョンでやっていきたいと思うので、何回でもこの動画を見て一緒に気持ちよくなっていただけたらいいなと思います。ではまずやっていきましょう。まずは肩回しから10回。3、4、5、6、7、8、9、10。ボリボリです。私肩座る仕事が多いからかな。逆回転1、2だから OL さんとかね、座るお仕事とか緊張するお仕事大変だよね。お顔でも顔だけじゃダメなんですよ。全部つながってるからね。肩回しが終わったら次、脇の下を揉みます。ここも10回。これ大事、脇の下揉むの。ここね、結構このリンパって詰まりやすいです。ここも10回、20回もう揉みほぐしてください。これはね、やはりこのお胸の方に老廃物がたまらないように、まあ乳がんとかね、予防のためにもすごく大事だと思います。気持ちいいですよこれね。気持ちいい程度で、ね、痛くする必要ないから、自分を感じながらゆっくりやってほしいです。では次に右手を左肩に当てて下ろす。肩がこう上がらないようにします。そしてゆっくり息吐きながら、伸ばす伸ばす、吸うより吐く方に意識を向けて。はい、次反対。側面を伸ばす。はい、そしたら鎖骨の下、ここですね、鎖骨の骨のすぐ下を内側がこう3、4、4でこうくるくる付け根まで、これを2、3回。ではこちらももんだね、脇の下のリンパに流す感じ。力じゃないから気持ちいい程度。では次、鎖骨のこのへっこんでるところ、爪を立てないように指を立てて、指の腹で内側から指をずらしながら外側へ。これも自分を感じながら。では次に大事なのが胸鎖、乳突筋と言われるこの横の、ね、首のこの太い筋肉。片方ずつでもいいんですけどね、こうすぐ耳の下からこうつまんで、片
方ずつでもいいんだけど、最初は両方難しいかも。みんなの筋が張り詰めちゃってつまめない方もいらっしゃるし、あとはもう痛い、痛たたたっていう方もいらっしゃるので、片方ずつでもいいんですよ。その代わり絶対上から下、上から下ね、一方通行で、で慣れてきたらね、両方つまめるように。一番硬いなって感じるのが耳のこのすぐ近くなので、ここを揉みほぐして、痛いんじゃなく気持ちいい程度にね。で少しずつここまで流す。でまた両方からでもいいし、片方からでもいいし、10回ずつぐらい。ここは10日ぐらい続けていただけたら、間違いなく首が細く長くなるのを感じると思います。シワも薄くなると思います。これだけじゃダメなんだけど、この後に続くこともやるんだけど、これだけでも太さ長さ変わっていくはずだから。あ、ちょっと上に行っちゃった。上から下ね、はい。そして次に肩を上げる、下げる、上げる、下げる、5回ぐらい。これはそしたら次にお耳、耳つぼとかね、お友達にも美穂ちゃんっていう耳つぼのね、調律師さんがいますが、また詳しくね、テストでお耳のこと教えてほしいけど、まあ今日は付け根のところ動かす。上、斜め上に引っ張ったり、真横に引っ張ったり、耳たぶ下に引っ張ったり、この軟骨のところも柔らかくね。足裏とか耳とか手って全部ここだけで全て体の臓器と関連してるじゃない。耳の状態って内臓そのものだから、耳はもう柔らかい方が内臓の状態もいいっていうことだし、神経的な緊張っていうのも耳の硬さに出てくるから、逆にね、耳を柔らかくしてあげることで気持ちが楽になったりしますからね。揉みほぐしてください。私沖縄在住だから、耳がっていう豚の耳のおやつとかいっぱいあるんだけども、耳がの酢味噌和えとかね、あれはもうコリコリしてるけど、私たちの耳は柔らかく。そしてシワを取る、シワのない首、そして綺麗な輪郭を作るために、鎖骨のすぐ下あたりに両手を当てて、この手は下に引っ張る、お顔は上を向ける、舌を天に向かって上げる、そして引っ込める。これを10回。ここが伸びるようにね、こう疲れますよね、活性してる感じ。そして次に、田中小梅でございます。いつもありがとうございます。私田中小梅はこの女性性解放チャンネルを通して、一人でも多くの人が癒され、その人が自信を持って生き、自分の美しい花を咲かせるようなお手伝いをしたいと思っています。そのためにこのチャンネルを立ち上げました。それは私の人生が本当に数年前まで不幸続きの連続で、それでもたくさんの人に支えられ今があります。そして私は今本当に自分が望む生活、人生を生きることができています。ですからここからは、今苦しんでいる人、自分の花がなかなか咲かせられない方、その方のためにお役に立ちたいと思っています。登録者数10万人何年かかってもいいから続けていきたいと思っています。ぜひご協力よろしくお願いいたします。それではまた。